公園少女デビューアルバム夜の公園パート1コンセプトユニットフォトを公開、7色の魅力をアピール、写真イコールキーウィメで、9月5日デビューを控えているガールズグループ公園少女 GWSN の7色の魅力が際立つユニットフォトがすべて公開された。公園少女は21日から23日までの3日間、Facebook をはじめとする公式 SNS チャンネルを通じて、デビューアルバム、夜の公園 PAR、P1、The Park in the Night Part 1のコンセプトユニットフォトを、順を追って公開した。21日のミア&レナを皮切りに、22日にはソソ&エン&ミンジュ、23日にはソミヨン&ソリョンのユニットフォトが相次いで公開され、イメージの中で7人のメンバーたちは、暗い夜を背景に様々なポーズをとっている。公園少女ならではの個性あふれる衣装や、7人のメンバーそれぞれの魅力的なルックスは、一気に人々の視線を奪う。また、先立って公開された団体コンセプトフォトと同じく、イメージの上部に、入っている月、ムーンは、写真の雰囲気をさらに神秘的なものにする。特に、月コンセプトのアルバム予告イメージ第1弾の公開を皮切りに、本格的なデビューカウントダウンに入った公園少女は、24日0時、夜の公園パート1のトラックリストを公開する予定であり、午後2時からは韓国の主要音楽配信サイトを通じてアルバムの予約販売を始めるということで、ファンの期待を高めている。それぞれ異なる魅力や実力を兼ね備えた7人のメンバーで構成された公園少女は、キーウィメで、の K-POP レーベル KIWIPOP から初めて披露するアイドルグループだ。最近は、Mnet 10部作リアリティ番組、GOT-YA、公園少女を通じて、ナチ、で、はつらつとした日常を伝え、正式デビュー前から視聴者たちの心を捉えている。9月5日、音楽界に挑戦状を叩きつけた公園少女は、デビューの準備に拍車をかけている。